きでございますの時間がやってきましたと。前回ね、思い切ってここでお塩作ろうかなと思ったら進められたので、ここにお塩今作っております。ここから変な町をねゲットしようかなと思って、9月になっているので開発をね思い切りやっていきたいなと思います。9月なので田んぼはねまだ1年間は収入がないので、先にこっちの方を建ててから多めに9月に食べ物が入るように、ねお金はなるべく早く欲しいので、やっぱりご飯が欲しいけど、ご飯は後回しにしてですね、一通り立ててから、もうね、あ、これはね 4つの季節でもらえるので、もうお金がないですね。お金がなくなっちゃいました。では途中か、一回セーブしとこう。金山発見。金山はない。お金が貯まったらね、トイレとか作ってもらいたいんだけど、こっちに来てもらおうか。資源を確保しました。町並みの制圧が完了。町並みの制圧が完了。こいつだ。こいつが寝返った。寝返った筒井さん。筒井さんはどこにいるのかな。おつづいさん、あーこいつか。それダメ、それはダメ。この人はね、筒井さん、筒井さんが願いっちゃう。あとちょっとなのにね、こっち戻れるかな。筒井さん退却せよ。
資源の確保が完了。強いさんいっぱいいるんだよな。承知。こっちも筒井さんだったっけ。この人、この人が寝返っちゃうのかもしれないね。この人ちょっとここまでにしよう。はっ、一回セーブ、セーブしといて、町並みの制圧が完了。取りかかれ、町並みの制圧が完了。かしこまりました。セーブしとこうか。セーブして、このまま12月になるのを待つか。建築完了、作業に開始に戻る。承知しました。工面してくれって、順調な時に出てくるやつ。譜面したらこれ大概これができるんだけど、今はできない。この開発、ここら辺を、これがある、これがある、これがある、あとこれだけだ。研究はね、5万円貯まるのを待った方がいいかなと思っているんだけど、安い研究やっちゃおうかな。ここら辺やろうかなと思ったんだけど、ここら辺まだ持ってないからね。強くなっていかないとね。金がない。
食べ物を売って売れない、お金がない。境目がわからない。これ。どこが境目だ。ここかな。お任せや。いや俺はなんだよ、厳しいな、なんでもないよ、厳しいね、厳しいね、みんなある程度俺はなんでもないの、独り言ですよ、独り言です。2月になって歩兵をやってもらって、歩兵じゃない、歩兵もう一回ここで歩兵ができるね。ここも担当者決めとくか。軍事で C と D の C と D しかない、かな、 C と D しかない。2月の終わりにもう一回歩兵がここでできる、ここでできる。時間が来てしまいました。お任せください。兵力をかき集めないと。お任せください。
もう9月が半年後なので先にこれを、あでもねこれがねできるようになっちゃってるから、これがまだできない。一旦終了にします。セーブ終了。